コジュニアです。今日も見に来てくれてどうもありがとうございます。今日はですね、先日ですね、パーカッショニストのサミーさんと、ちょっとウクレレとね、パーカッションでセッションしたんですけども、そのサミーさんに来ていただいて、ちょっとウクレレとパーカッション合わせる時の、そのパーカッションのコツとかをお聞きしたいと思います。それでは早速紹介します。サミーさんです。はじめまして、パーカッショニストのサミーです。よろしくお願いします。します。じゃあ早速ですね、ちょっと皆さんにこう、はい、サミーさんと演奏した動画をちょっと見てもらいましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォシェーカーという楽器で、ね、セッションしてくれたんですけど、はい、それぞれどんな楽器なんですか？じゃあまずカホンからいきますね。カホンはもう単純にただの四角い箱なんですけど、これカホンです、うん、で、見えるか、こう穴が開いてて、見えます、うん、ここからまあ音が出るようになってるんですけども、叩く場所は、まあ、この画面全体です。うん、で、まあ、この側面も叩けるんですけど、基本的にはここの画面をよく使います。うん、で、まあ、この画面の中央部分、ここが低音が鳴って、上の部分は高音が鳴る仕組みなんですけども、うん、カホンっていうのはスペイン語で箱って意味なんで、まあ、もうそのまま箱っていう言葉をスペイン語にしたのがカホンです。うん、で、ペルーの
ペルー発祥の打楽器、民族打楽器って言われてます。まあ、これがカホンですね。で、シェイカー、まあ、シェイカー結構皆さん知ってる方多いと思うんですけど、僕がよく使ってるシェイカーが、この筒状のシェイカーで、まあ、これ分解できたり、くっつけたりできるんですけど、まあ、この筒の、この楽器の場合は、この色ついてるところに、粒。これはね、アルミみたいななんかすごい丸い粒が入ってるんですけど、それがこの4つの箇所にそれぞれ入ってます。で、まあ、振ると、まあ、いわゆるこの音が出るっていうのが、まあ、シェイカーです。まあ、これをだから2つでこう、使ってみたり、バラバラにして、使ってみたり、まあ、いろんな用途ができます。それが、まあ、シェイカーです。なんかこう、ウクレレとかと合わせるときのコツみたいなのって何かありますか？コツはですね、ウクレレも結構、まあ、ギターと一緒でこうリズムがはっきり出るじゃないですか、ストロークの時に、そのストロークのリズムっていうのを一番こう大切にまず基盤として考えてもらって、そこからまあグルーブを作っていくんですけど、基本的にカホンはウクレレのこのストロークとほぼ同じところに打点が行くイメージですね。もちろんそうじゃない瞬間もあるんですけど、基本となるベーシックは、例えば今回のブルースみたいにこうチャッカチャッカチャッカの場合、このチャッカチャッカドゥックカックドゥックカック、もうほぼほぼ一緒なんですよ、打点の位置が。それを絶対的な基盤のグルーヴと考えてもらって、そこにずれないように、邪魔にならないように、でもこう存在感をちゃんと示すみたいな意味合いで叩いてもらえれば一番綺麗にいくんですけど、カホンは基本的に大まかに音3つ出るんですけど、今回はその低音と高音を使った叩き方してるんですけど、よくドラムとかだとこうハイハットの音があるじゃないですか。あれって結構カホンだと表現できないっていうとちょっと言い過ぎなんですけど、ちょっと難しいんですね。なので今回はカホンとシェイカーっていうので2つに役割を分けさせて、カホンでは低音と高音で、いわゆるベードラと、ドラムでいうところのベードラとスネアの役割を担ってもらいつつ、シェイカーでハイハットのこのちょっと高音のこの基盤のベース、そこをシェイカーで役割を担ってもらうという形で、2つとも別々な役割でやってるので、逆にカホンだけじゃちょっと表現しきれないところをシェイカーで表現してるんで、あえて手数とかは少なく、もう重なっちゃいすぎるとこうごちゃごちゃってなっちゃうんで、役割を分けてる分ちょっと叩くところに制限を置いてやってる形です。カホンとシェイカーで、まあ、なんかドラムセットの役割というか、合わせてドラムセットの役割をするようなイメージで。で、シェイカーでハイハット、あとバスドラムとスネアをカホンで叩く。じゃあ、サミさんには実はもう一曲ですね、ちょっとこうファンキーなナンバーを一緒にこうセッションさせてもらったんですけど、これじゃあ皆さんちょっと見てください。
この曲にはさっきね説明していただいたカホンとシェーカーに加えてカホンボンゴっていう楽器も使ってるんですけど、これどういう楽器なの？カホンボンゴ、まあ、こういう楽器なんですけど、同じように木だけでできてます。で、見た目ただの棚みたいな感じに見えるんですけど、一応この敷居があってこのスペースに差があるので、こっち側からは低音が出やすくなってて、こっちは高音が出やすくなってる仕組みなんですけど、まあ、動画みたいにこう股に挟んでこう叩き分けると、まあ、高音低音が出る形なんですけど、よくあるボンゴで同じようにこう2つ小と大の大きさがあって皮が張ってあるじゃないですか。で、あれってやっぱり皮が張ってあるんで、ちょっと特殊な奏法が必要なんですよ。なんかジャンベとか、ほんと、この皮物のボンゴとかジャンベとか、よく聞くコンガとか、ああいう皮物の打楽器って言われてる、わかんない人ちょっと調べてもらえ、言葉入れれば出てくると思うんですけど、ああいうのってちょっと特殊な奏法があって、音を出すのにすごい時間がかかるんですよ。まあ、一番難しいのはスラップっていう奏法があるんですけど、それを出すのにちょっと少し訓練が必要なんですね。ただこのさっき見せたカホンもそうなんですけど、このカホンボンゴも特殊奏法ないんですよ。叩いたら出るんで、もちろん叩く角度とか叩く強弱で音の良し悪しっていうのはもちろん出るんですけど、音を出すという意味ではもう買ってその場で叩けば音鳴るんですよ。なんですごく叩きやすい打楽器ではあるんですけど、カホンボンゴはそのボンゴもそうなんですけど、皮物のボンゴもその特殊な奏法があって、一応叩くフレーズパターンっていうのにルールがちゃんとあって、そのフレーズにちゃんと名前もついてるんですね。でコンガとかもそうなんですけど、よく聞くちょっとコンガで説明すると、大きなね大きな靴2つあるやつでこう、叩くやつあるじゃないですか。あれでこう、つくかつくぽぽ、つくかつくぽぽってよく耳にするフレーズがあるんですけど、そういう基本的なフレーズでトゥンバオっていうんですよ。そういうそのリズムにちゃんと名前がついてて、その結構ルールが縛りというか、そういうのは結構多いんですね、革物の打楽器って。で、ボンゴも同じような感じなんですけど、ただこのカホンボンゴは、僕の意見としては、ボンゴと同じように叩くという意味合いの打楽器として捉えてなくて、すごいざっくり言っちゃうと、好きなところに好きなように叩いていいものだとちょっと僕は思ってるんですね、カホンボンゴ。さっき言ったカホンって、さっきドラム代わりに、ベードラとスネアの役割で叩くっていう、話したじゃないですか。これはどっちかっていうと、上物のギターとか、あとサックス、あとはバイオリンとか、そういったちょっと装飾系の、ベースとかドラムとかとちょっと違って、装飾系の打楽器みたいな感じで捉えてもらうと、すごく分かりやすいと。なんで、カホンが叩かないところに基本的にこう合いの合間を縫ってこう叩いていくっていうイメージで捉えてもらうと、すごく分かりやすい立ち位置の打楽器にはなります。もちろんそのベース的な、要はカホンがなくてカホンボンゴだけで演奏するアコースティックの曲とかもあるんで、そういう時はもちろんこのベーシックな叩き方になるんですけど、カホンがある場合はもう好きなように入れていい自由な打楽器というので、こうカホンボンゴっていうすごく入り口が入りやすい入り口の打楽器という立ち位置の楽器になります。はい、サミさんから見てそのやっぱりパーカッションの魅力ってどういうところが？パーカッションの魅力ですね、僕からするとパーカッションって土っぽくてかっこいい男らしいっていうイメージのこのパートなんですね、パーカッションって。なんかちょっとこう、土着的な、こうアフリカ的な感じの、もちろんその、南米とかラテン系ももちろんあるんですけど、イメージとしてはなんかちょっと男らしい、土臭い感じの、そういうイメージ
で僕は始めたんですけど、そういう魅力ももちろんあるんですけど、ウクレレとかギターとか他のパートを好きでやってて、あ、そういう人たちにパーカッションのじゃ魅力っていう風に伝えるとすると、ウクレレとか特にリズム楽器じゃないですか、ギターもそうですけど、もちろんメロディーがあるけれども、メロディーだけじゃなくてウクレレはやっぱりこのリズムっていうのがすごい大事、まあ、どの楽器もリズム大事なんですけど、ウクレレは特にそれが顕著に出る楽器だと僕は思うんで、リズムをさらに強化する上で、例えばカホンとかこういったシェーカーとかを片手間といっちゃなんですけど、やってみると意外に自分のそのリズム感とかっていうのが甘いかもしれないなって思うきっかけには必ずなると思うので、うん、そういうのをちょっと強化してみたいなっていうので、カホンとかシェーカーとかをやってみるのはすごくいいと思います。さっき話したように革物とかだとまず音を出すところからスタートしちゃうんで、うん、ちゃんとした音を出すまでに時間がかかっちゃうんで、そのリズム云々の以前の話になっちゃうから、その代わりにカホンとか、カホンボンとか、シェーカーとかって、まあ、音を鳴らすことは全然簡単にできるんで、あとはこのリズムをどううまく出していくかっていう表現方法としては、そのパーカッションでできるようになれば、絶対ウクレレもできるようになるんで、という意味では、そのリズム強化っていう意味でまず始めてみて、気づいたらウクレレもカホンもシェーカーもできるようになってるっていう、こう一石二鳥じゃないけど、そういう魅力はすごくあると思います。で、やり始めると多分その自分なりのパーカッションの魅力、まあ、僕だったらその土臭くてかっこいいとか、やっていくうちにどんどんこの伝統的なその土地のリズムを知っていきたい。やっぱ名前ついてるんで、それぞれ。そういうの知っていくと、なんかこう、ちょっと、なんて言ったらいいですかね。より深く、深層にリズム、パーカッションの深層に深くこう入っていくみたいな、そういう気持ちよさというか味わえるんで、最初の入り口はそのリズム力を鍛えるっていう名目で始めるっていうのが、カホンとかシェイカーとかそういうパーカッションのすごくいい醍醐味なんじゃないかなと思います。なるほど。ねえ、それでじゃあパーカッションちょっと始めてみて、なんか奏法とかで分かんないところあれば、サミさんのチャンネル、まあ、ぜひとも僕の YouTube チャンネルの方に来ていただければ、1分から2分の間で説明してるパーカッションの動画があるので、ちょっと画面であれですけど、見えるかな、この赤色のマーク、サトシ、サミ、サイトって打っていただければ出てくると思うので。で、パーカッションルームって英語で言ってもらうと、今のとこタンバリンとシェイカーとコンガ、あとカホンボンゴの動画を載せてます。カホンはね、動画まだちょっと載せてなくて、カホン自体は僕の演奏の動画しかちょっと載せてないんですけど、いずれ、そのカホンの叩き方の動画も上げようと思っていて、1分とか2分なんで、電車の移動とかで、軽く見てもらって、叩き方は文字で出てくるんで、それも後でスクショなりなんかしてもらって、練習も簡単にできるので、ぜひともよろしくお願いします。はい。サミさん、本当今回ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。まあ、今回はリモートセッションという形だったんですけど、またね、ちょっと落ち着いたらまたセッションしましょう。ぜひよろしくお願いします。はい。で、本当にサミさんのチャンネル、リンク、こっちかな、こっちの方に貼っときますので、ぜひチェックしてみてください、はい、じゃあそれではまた、バイバイ。今日も見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。マハロー。